NEOWISE彗星は、赤外線観測衛星NEOWISEによって2020年に発見された長周期彗星である。NEOWISE彗星という名称のついた彗星は複数発見されているため、明確な区別のために以下、本文では C/2020 F3 と呼称する。日本国内ではNEOWISE彗星と表記されることが多い。2020年の大彗星とも呼ばれている。NEOWISE彗星の軌道。C/2020 F3 は2020年3月27日、アメリカ航空宇宙局が2009年に打ち上げた赤外線観測衛星NEOWISEでの観測から発見された。C/2020 F3 は軌道離心率が1に非常に近い極めて潰れた楕円軌道で太陽を公転しており、オールトの雲から飛来してきた天体とされている。極めて極端な楕円軌道を公転しているため、近日点では彗星よりも内側の太陽から約 0.29 AU まで接近するが、遠日点では 709.35 AU まで遠ざかる。黄道面に対する軌道傾斜角は約129度に達する。太陽系内部へ飛来する前の公転周期は4300年であったが、2020年の太陽系の内部への接近により現在では6700年程度まで長くなっている。2020年7月5日時点の軌道要素では、次に近日点を通過するのは8786年頃になるとされていたが、2020年7月21日時点で、ジェット推進研究所が公開している、小天体データベース JPL スモールボディデータベースが採用している、元期2020年8月3日の軌道要素に沿うと、次に C/2020 F3 が近日点を通過するのは8704年頃となる。NEOWISEによって撮影された赤外線画像からは C/2020 F3 の角の直径は約 5km ほどと推定されている。これは円形彗星や百武彗星の角の直径よりも大きく、この程度の規模の核を持つ彗星は、大抵が短周期彗星である。赤外線画像と可視光線によるデータを組み合わせた結果、核はすすけた暗い粒子によって覆われていると見られている。2020年7月13日には、これまでヘールボップ彗星やアイソン彗星などの非常に明るい彗星でしか確認されていなかったナトリウムの音が C/2020 F3 に存在することが発表された。2020年の前半にはすでにアトラス彗星とスワン彗星の2つの彗星が太陽に接近し、明るい彗星になることが期待されたが、共に近日点通過前に核が崩壊し、それほど明るくなることはなかった。それに対して、これらの彗星の後に太陽に接近した C/2020 F3 は、近日点通過後も、核の崩壊が発生せず、長い尾を伴う巨大な彗星となり、多くの天体観測者を魅了させた。その尾の大きさから、C/2020 F3 は、メディアなどでは1997年に観測された大彗星であるヘールボップ彗星と対比されることもある。発見当時の見かけの等級は17等級だったが、6月頃には眼視等級まで達した。C/2020 F3 は2020年7月3日に近日点を通過したが、彗星接近前はこの頃の C/2020 F3 の見かけの等級は最大でも約3等級程度と予想されていた。しかし C/2020 F3 は近日点通過直前から予想以上の増高を起こし、6月末には C/2020 F3 は0から1等級程度にまで明るくなり、夜明け前の空の低い位置に尾をなびく様子が肉眼でも観測された。近日点通過直後には、彗星のダストテールの長さは地球上から見ると約6度に達し、また淡い青色のイオンテールも観測されている。日本国内でも沖縄県の石垣島天文台をはじめ、広い地域で尾をなびく姿が観測されている。7月中旬からは C/2020 F3 は日没前の北西の空に見えるようになり、7月23日に地球から約1億300万 km の距離まで最接近する。その後、7月下旬にかけて C/2020 F3 は暗くなっていき、8月下旬には肉眼で観測することができなくなると予想されている。2020年7月5日にパーカーソーラープローブが撮影したNEOWISE彗星6月22日から27日には C/2020 F3 は太陽観測衛星双方のラスコ C3 カメラが撮影しているコロナグラフ画像の視野内に映り込んだ。コロナグラフ画像に映り込む頃には C/2020 F3 の見かけの明るさは3等級よりも明るくなっていた。また、尾をなびく C/2020 F3 の様子は国際宇宙ステーションに滞在中の宇宙飛行士や太陽探査機のパーカーソーラープローブと太陽観測衛星のステレオからも撮影されている。パーカーソーラープローブに搭載されている光学観測装置ウィスプアからも C/2020 F3 から伸びるダストテールとイオンテールの姿が観測されているが、この画像からイオンテールがさらに2方向に分化している可能性が示されている。ありがとうございます。